時間だ。よっしゃいや、怖いだけじゃない。あれ？これエレベート？え？ダンボールでかくない？いやいや、さすがにない。いや、さすがにない。いやいや、もうほんとお前らって嘘つきだよね。ダンボールのことをエレベーターって言わない。どうなったらダンボールのことをエレベーターって言うんだよ、お前。なわけねえだろ。申し訳ないけど、怪を見つけた。ドビドゥ。いや、怖いだけじゃない。あれ？エレベート？え？ダンボールでかくない？嘘でしょ？え、嘘でしょ？え、嘘でしょ？え、んなことある？ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回確認してみよう。いや、さすがにないわ。さすがに。いや、怖いだけじゃない。あれ？エレベート？ダンボールでかくない？結構あ、お前こぼしてんぞお前。おい、こいつ生きんの下手かよ。こいつこぼしてたよな今。あれ、なに？お前さ、お前こいつやば。こいつやば。こいつやば。めちゃくちゃこぼるなこいつ。あ、これでデュービーエンド来るんかな。あ、これそう、デュービーエンド見たいよ俺。もしかして僕とさっきの女性が本当にああいう関係かどうか確かめたい？ねえ、やっぱデュービーだよな。林が罠だったのかもしんない、確かに。あれデュービーなんか言ってた？あれ？やばい。もう話聞いてないのよ、もう。你最好不要撒谎。嗯，ダメだな。前男友都是因为撒谎才去世的。そう、あのみんなに説明していくと、デュービの元彼たちはあの全員死ぬの。デュービが付き合った男たちは全員死ぬか消えるかしてん。俺だけ今生き残ってんの。だから最終的に死ぬかもしれない。前髪ちょっと切ったんかなこれ。你会娶我吗？はい。します、しよう。うん。嘘、ごめん、全部嘘。
お願い。我刚刚问你那几个问题，嗯，就有想知道你到底能。啊，そう。结果从你嘴里，我没有得到一句实话。你和之前那些人一模一样。あ、生き埋めだけは。あの生き埋めだけはちょっと勘弁。ごめん、あの殺してから埋めて。殺してから埋めて。那这样吧。なんか反論してるな。我做一个瑜伽动作。私がヨガのポーズをする。あなたが同じポーズを真似ることができたら。部屋の片付けは私が。ヨガ勝負だ。負けないぞ。ほら、あそこでエンディングを受け入れなかったら、ヨガ勝負できないんだよ。うわ、最高のエンディングだ、最高のエンディングだ。トゥーヘル。ああ、ああ、びっくりした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 。なんかジャンプ止まんなくなったんだけど。ああ、はっ、動かせないんだけど、これ何これ。こいつ足遅すぎ。え、どうすんのこれ。ピーピーピーと、素晴らしい。ちょ、マジ視点をさ、ね、視点その、今何色、今俺何色、今俺何色、今俺ちょっと待って、今俺何色。ご自由にお問いください。じゃあここにちょっと置いて、うん、もうチーズはもう取ってってください。すいません、ご発注です。はい、すいません、フリーチーズで、あのすいません、チーズ余ってます、うちの店舗。はい、これもただで差し上げます。あ、やばい、値段まずい、まずい、まずい、ちょっと待って、値段まずい。あー、棚間違えちゃった。あー、横並びって決めてたのに棚間違えちゃった。卵4つはここか。あー、棚上下にしちゃった。文句言われてる。あいつが経営しろ。うん、ちょっと落ち着くわ。ごめん、ちょっとやっぱ一回夜道爆走した時にやっぱ気づいた。うん、あ、しっかりしないとって思って。
やっぱ仕事できねえや。インベントリに入れるときにこれしないといけないかってある。よし。あ、今の、あ、抜き打ち。今のは抜き打ちだよ。あの、抜き打ちで検査されるんだよ。で、動いたら、あの、罰金取られるっていう。まあ、結構ブラジルでは当たり前なんだけど。そう、それが、あったっていうだけだけど。あ、日本じゃないの？日本でなかったっけ？ごめん、もう、ちょっとブラジルにいすぎて日本のこと忘れたんだけど。あれ？日本ってこんなのなかったっけ？いいね。うわ、全部自動化できたら嬉しい。でもさ、シミュレーションゲームってマジそうだよな。これが目的だよな。自動化して自動化してやっていくんだよな。容赦ねえ容赦ねえハイキックなんだ。ハイキックなんだもう。AI に仕事奪われてねえか俺。ゲームの中で。これ、支払いは電子決済で、対応は全部 AI がやってくれて、掃除はルンバがやってくれて、あれ俺 AI に仕事取られてねえか。怖い。 AI の怖さを知りました。試練は私が課してきた中で間違いなく最難関なのだ。いや、間違いなく最難関だったと思う。正直一番でしたね。僕今までやってきた鬼畜ゲーの中で一番難しかったと思う、うん、いやー俺ね、もうこの1ヶ月ね、やっぱポゴで集中しないといけないからね、ほんとクソみたいなコメントをね全部ねスルーしてたんだけどね、こっから全部ブロックするし、もうケチョンケチョンに配信でなぶり投げ捨て踏み潰してやるわマジで。もうマジでお前らみたいなやつな、このチャンネルにいられないようにしてやるからな。お前ブチ切れてんぞ。そうだよ、夢に見た景色歩いてこう、他の誰じゃない、いやなななな未来へよ。